されて早あの何ヶ月前に誘われたのか忘れたのに、2月から2月くらいにマスターに、つばてのマスターにお前らバイトやってるなら出ちゃいねえよっていうのをこう言われまして、あのバンド名を水っぽいって言われたことをよく覚えてます。これ2ヶ月くらい前なんですかね。今日は金曜日の夜です。天下で言う花金です。よろしくお願いします。サービスです。Thank you.
1週間ぐらい前に出来たて
ほやほやの曲なんですけども、祈り、これを、まあ、これも英詞と日本語が、混ざってるんですけども、僕が、作詞作曲をさせてもらったんですけども、それがですね、ちょこっとだけお前らこの曲の説明してくれってこう言われるもんですからね、曲の説明をちょっとさせてもらいたいんですけど、人生、僕は、30代前半なんですけども、人生においてこの中にもう多々いると思うんですけど、人生において絶対忘れられない人っていうんです。一人二人くらい、幼稚園の時に恋した人でもいい、小学校、中学校、高校、大学、社会人、何でもいいんですけど、忘れられない存在って必ず一人や二人っていると思います。僕は、その人を事故で亡くしてるんですけども、まあ、その人に込めた曲とも、まあ、言うんですけども、ふと思い出す時って、まあ、本当写真を見た時もそうですし、僕はですよ、僕個人の話なんですけど、僕は何気なく自動販売機行ってる時とか、こう例えばコンビニにお酒を買いに行ってる時とか、ふと夜空を見上げると思い出すんですよ。まあ、これマジな話で、僕だけじゃなく、ただ多分そういう人が何人もいるだろうなと思って、こうふとこう降りてきたじゃないですけど、曲と、それを、僕ドラムが本当に実のお兄ちゃんなんですけど、一個上の兄貴なんですよ。兄弟でバンドやってるんですよ。マジモンの信じられないんですけど、僕のお兄ちゃんですで、その歌を兄貴に相談させてもらったら、じゃあメロディーはちょこっと俺が考えるよっつって、じゃあ作詞はお前がやれよっつって、で、パパ、シャルスに持ってきて感じてもらったんですけど、ぜひと、心に何かが忘れられない人が残ってるっていう人かな、そういう人にぜひ聴いてもらいたい曲なのかもしれないです。フライパンの祈り、聴いてください。See
Thank you.
ません、酒を飲んだらね、喉乾く。皆さん気をつけてください。育ったのが上山、熊本県の産山村。
村ってわかりますかね。この間熊本地震あったじゃないですか。南阿蘇村のすぐ隣くらいすごい小さな村があって、そこで養老商品サイクラインを持って、親父のあの都合でこう原発をたどってんじゃないですか、こう来たんですけど、そこでとりあえず村で学んだことは、牛と仲良くしろっていうことです。牛がもうって言ったら、お前ももうって言って、もうって、よくれ、もうって。そういうところで育って、それをこう次の曲の話にそのまま持っていきたいんですけども、次、大丈夫、大丈夫、いいな、次ですね、次。え、僕は話を続けたいと思います。ちょっと時間を稼ぐんで僕が MC、曲の説明させてください。次の曲スタンディングオベーション、スタンディングオベーションです。これもはまさに僕が作詞、またこのシャビスっていうバンドは基本的に僕が、曲をコージこんなんできたんだよ、はあ、コージが修造にハチさんこんなんできたってどうするから曲が完成していくっていう流れなんですけど、日々僕のわがままに付き合ってくれてるあのバンドメンバーに、感謝なんですけども、ではここであの話をさ本当に本題に戻していきたいんですけど、このスタンディングオベーションっていう曲は、僕の人生そのものだと思います。それがですね、あ、もう包み隠さず言わせてほしいんですけど、もうお酒も飲んでるんで言わせてほしいんですけど、あまりいい僕と兄貴は幼少期を送ってきていません。両親に育てられたかといえばそうではないし、これはまあ世間ではあまり言うことではないんですけど、養護施設で育ってるんですけども、ね、でも血のつながった兄弟ですよ。血のつながった兄弟なんですけど、ありがとうございます。もう褒め言葉としてそこからこう、いろいろまああり今に至るわけなんですけど、その中でも僕は自分の人生を、例えばですよ、みんなどうなのか分からない、僕はの考え的には人生は始まりがあれば必ず終わりがあります。人間誰しも必ず死ぬんです。早かれ遅かれ必ず死ぬ時に、僕はその生きてる時に何を残そうと、この現代に何を残そうと思った時に、面白いって言われたんですけど、僕は自分の人生を映画にしたい。幼少期から今亡くなるまでっていうんですか、までを映画にしたいなと本当に思いました、ね、もうアクションありのラブロマンスありのコメディありの下ネタみたいな、もうこれも全て揃ってますよ。だけどその中でも絶対的に忘れたくないのが、僕とが今つるんでるつるです、友達、本当にこう困ってる時によく助けてくれる人たちと、あとここにいるバンドのメンバー、まあ、兄貴も含めバンドメンバーというのは少々ですけど、バンドメンバーにいなかったら、会わなかったら今の僕は絶対に存在しないというぐらい断言できちゃいます。だから人と人のつながり、人と人との出会いって必ず意味があるんですね、絶対です。これはその中でも一生の付き合いがする人たちって一握りの人間なんです。いや、僕はこの年にして一握りの人間を何人も手にしました。一生ものの宝物だと思っています。一生付き合っていくし、ありがとうございます。そしてここのマスターにお呼ばれされて本当に出演させてくれたことを心に、本当に心からありがとうと言いたいです。マスターバンドを代表してありがとうございます。ありがとうございました。僕はもともと椿さん以外でもライブハウスに通ってたんですけども、でそこが2年くらい前に亡くなっちゃった時、僕は一度音楽をやめようと思いました。でそのついでにドクターストップが、ちょっと僕病気を抱えてるんですけど、ドクターストップがかかって、どれくらいかな、1年半2年くらいかな、これを機にそのライブハウスがなくなるを機に僕も辞めてしまおうと思った時に、こっちの工事のギターが、いや俺は一生ハヤト君と音楽をやりたいよ、ハヤト君の復帰をずっと待ってるよって言ってくれたのが、でその1年後くらいかな、復帰を
こう涙腺がお酒を飲んでるせいか涙腺が緩くなるというか。人生は素晴らしい。その中でも苦労もある。だけどそれを乗り越えてこそのその先の人生があります。そして僕は自分の人生が終えた時にその映画に残したいっていう、さっき言ったみたいにその映画を皆さんに見てもらった時、一人でも二人でもいい、拍手をもらえたらと思ってスタンディングオベーションっていう曲名にしました。こう今日皆さんと一緒にやれたこと、特に大谷メイズクリニックさん本当にありがとうございました。では長く話してしまってすいません、曲の方に行きたいと思います。スタンディングオベーション曲名だけでもいいんで、まあ、シャビス水っぽいと覚えててくれれば僕らも満足なんで、スタンディングオベーションいい曲だなったな、ああいう曲だったなって思い出してくれるのが嬉しいです。では行きましょう。スタンディングオベーション
Thank you.
何をやるんだ。